寺島直政です与えられた仕事を忠実に全うする実直な使用人が行方不明となり周囲を狼狽させますその出来事は夫婦関係にも大きな変化をもたらします。 人情話、織田作之助年中夜中の3時に起こされた風呂の釜を炊くのだ毎日毎日釜を炊いてもうかれこれ30年になる18の時和歌山から大阪へ出てきて下寺町の風呂屋へ雇われた。 三門という名が呼びにくいというのでいきなり三平と呼ばれ下足盤をやらされた女客の下駄を男客の下駄棚に入れたりして随分間ごついた悲しいと思ったがすぐ慣れて客のない時のあくびの仕方などもいかにも下足盤らしくいたについてやがて二十一になった。 その年の春から風呂の釜を焚かされることになった。夜中の3時に起こされてびっくりした。目で釜の下を覗いたときはさすがにずいぶん情けない気持ちになったが、これもすぐ慣れた。あまり日に当たらぬので、顔色が無気力に蒼ざめてしょっちゅう赤い目をしていたが、鏡を見ても別に何の考えもなかった。 「そして10年たった」「丸13年一つ風呂屋に勤めた勘定だが別に苦労し辛抱したわけではない根気が良いとも自分では思わなかったうかうかと13年たってしまったのだ」「しかし三平は知らず主人夫婦は世を勤めてくれると感心した」 給料は安かったが油を売ることもしなかったのだあくびも目立たなかったいびきも小さかった万歳にふぐ汁を食べる時などまず三平に食べさせてみて当たらぬと分かってからほかのものが食べるというふうだったこれにも三平は不平を言わなかった「ごっとうさんでした。 十八の時と少しも変わらぬ格好でペコンと頭を下げこそこそと自分の前を持って立つその様子を見てはさすがにいじらしくあれでもう三十一になるのではないかと主人夫婦は三平の年に思い当たったあの年でこれまで悪所通いをした試しもないのはあるいは女嫌いかもしれぬがしかし 国元の両親が亡くなった今はいわば自分たち夫婦が親代わりだ。だからたとえ口には出さずそぶりにも見せなくても年頃という点は飲み込んでやらねばならぬ。余心歯嫌いなものにせよ一応は世話してやらねばかわいそうだと笑いながら嫁の話を持ちかけるとプッと膨れた顔をした。 案の定だとそれきりになった。三たた人いる女中の中で造作のいかつい顔といいごつごつした体つきといい物言い小姉などまるで男じみて点で誰にも相手にされぬ女中がいたいささか斜視のせいか三平を見る目がどこか違うとふと思った女将さんが あの子三平にどないでっしゃろ同じ紀州の生まれでっさかい主人に言うとなんぼなんでも三平がかわいそうだとはしかし深くも思わなかったから三平を呼び寄せて今度は叱りつけるような調子でもらったらどないや三平はちょっと赤くなったがすぐ元の無気力に青い顔色になり ぺたりと両手を畳の上について「裏の体は旦那藩に任せてあるんや酒旦那藩の言うとおりにしますとなえなおなごでも我がかかにしちゃります」とまるで泣き出さんばかりだったそして三平と女中は結婚したが婚礼の夜 三平は夜中の三時に起きた風呂の釜を炊くのだ花嫁は朝七時に起きた下足板をするのだ三平は朝が早いので夜十時に寝た花嫁は夜中の一時に寝た姉妹風呂に入ってちょっとおしろいなどつけて女中部屋に戻って布団を敷いて寝た 三平は隣にある三助の部屋で三助たちと一緒に寝ていた三平の遠慮深いいびきを聞きながら彼女は横になったすぐ寝入ったひどい歯ぎしりだったその音で三平は目が覚めるもう三時だ起きて釜を炊くのだ四時間たつと はなよめは起きて下足番をした三平はしょっちゅう裏の窯の前にいた花嫁はしょっちゅう表の入り口にいた話し合う機会もなかった主人は三平に「一個を持たしてやろうか」と言ったが三平は聞かなかったせめてどこぞ近所で二階がりしいな。 断った。月に二度の高級日にも三平は一人で湯船を洗っていた花嫁が清掃した着物の裾をからげて湯殿へ入ってきて「活動へ行こら連れもて行こら」と勧めたが「お主は一人で行ってきやい」そこら中ゴシゴシとたわしでやっていたそして 15年経った。夫婦の間に子供もできなかったが三平は少し白髪ができた。50に近かった男盛りも過ぎた夫婦の中は決してむつまじいと言えなかったが別に喧嘩もしなかった三平はもともと口数が少なく女中も何か諦めていた。 雇い人たちが一緒に並んで食事の時も二人はあまり口をきかなかった女中が三平の茶碗に飯を持ってやる所作も夫婦めいては見えなかった人々は二人が夫婦であることを忘れることがあったしかし三平があくまで正直一途の実直者だということは誰も疑わなかった ある日急に大金のいることがあって三平を銀行へ使いに出した三平のことだから言いつけられて銀行から引き出した1,000円の金を銅巻の中に入れ時々上から押さえてみながら立ち小便もせずにまっすぐ飛んで帰るだろうと待っていたが夕方になっても帰ってこなかった。 今すぐなくては困る金だから主人も狼狽しかつ困ったがそれよりも三平の身の上が案じられたまさか持ち逃げするような男とは思えず自動車に跳ね飛ばされたのではなかろうかと勇敢を見たがそれらしいものも見当たらなかった六つの子供がダッドんに跳ね飛ばされた記事だけが目に留まった。 あるいはどこかの小僧に自転車をうっつけられ、千円の金を巻きつけてある体に何ちゅうことをするかと喧嘩をふっかけ、挙句は殴って鼻血を出したため交番へ引っ張られた。そんな大人げないことをしたのではないかと、心当たりの交番へ探しにやったがむなしかった。銀行へ電話すると宿直の小遣いが出て、 容量が得られなかったが確かに金は引き出したらしかったそれに違いはなさそうだった夜になっても帰らなかった探しに出ていた女中はしょんぼりよふけて帰ってきた「ああなんちゅうことをしてくれちゃんならえらいことをしてくれたのしてっきりうちの人は持ち逃げしたに決まっちゃるわ」 ああ、あのクソ垂れ目がアホだら目が女中は取り乱して泣いた主人は三平は持ち逃げするような男やあらへん心配しいなと慰めこれは半分自分に言い聞かせたしかし翌朝になっても三平が帰らないと分かると主人は もはや三平の持ち逃げを半分信じた金のこともあったがしかしあの実直者の三平がそんなことをしでかしたのかと思うのが一層情けなかった人は油断のならぬものだと来る客ごとに万代で愚痴り愚痴った昼過ぎになるとやっと三平が帰ってきたそして 千円の金と銀行の通帳と実印を主人に渡したので主人はびっくりした人々も顔を赤くしてびっくりした三平の妻は夫婦になって初めて三平の体に取りすがって泣いた「なんでこないに遅なってん!」と主人が聞くと三平はいきなり「裏に暇ください」。 と言ったので、主人はじめ皆一層びっくりした。なんでそないなことを言うのよ。三平の妻は思わず、三平の体から離れた。三平は目をバチバチさせながら、こんな意味のことを言った。今後もあることだが、どんな正直者でも。 我々のような身分のものに1,000円の金を持たせるような使いに出すのはむごい話だ。自分はかれこれ30年ここで使ってもらって今は50近い。もう一生ここを動かぬ覚悟であり葬式もここから出してもらうつもりでいたが昨日銀行からの帰りにふと間がさしました。つくづくづ考えてみると、 自分らは一生貧乏で、千円というような大金を手にしたことがない。この末もこんな大金が手に入るのはおぼつかない。この金と銀行の通帳を持って、今東京かどこかへ蓄電したら、一生気楽に暮らせるだろう。そう思うと、ええ、もうどうでもなれ。長年の女房もお気に入りだと思い、 すぐ梅田の駅へ駆けつけましたが切符を買おうとする段になってふと主人も自分を実直者だと信じてくだすったればこそこうやって大事な使いにも出してくれるのだその心に背いては天罰が恐ろしい女房も悲しむだろうと頭にきてどうにも切符が買えず帰るなら今のうちだと駅を出て それでも電車に乗らず歩いて1時間もかかって心斎橋まで来ました橋の上からぼんやり川を見ているととにかくこれだけの金があれば我々の身分ではもう他に望むこともないとまた悪い心が出てきましたそして梅田の駅へ歩いて引き返し 切符を買おうか買うまいか思案にくれて佇たずむうちに夜になりました結局思い惑いながら待合室で一夜を明かし朝になりましたが心は決しかね梅田の辺りをうろうろしているうちにお昼のサイレンが聞こえました腹がにわかにすいてしょんぼり気がめいり妙が恐ろしい気持ちになり とぼとぼ帰ってきました。裏のような悪いものには暇。ください。泣きながら三平が言うと、主人はすっかり感心して無論暇を出さなかった。三平の妻は嬉しさのあまりそわそわと三平の周りをうろついて、そばを離れなかった。 よそめにもむつまじく見えたので初めて見ることだと人々は興奮したがどちらかというと三平はうつうつとしてその世は楽しまず夜中の三時になると起きて釜を炊いた女中は七時に起きて下足の晩をした少しも以前と変わりはなかったから人々は スズメ100までだと言ってしたしところが入浴時間が改正されて午後2時より風呂を沸かすことになった三平は夜中の3時に起きたが何もすることがないので退屈した間もなく朝7時に起きることにした妻と一緒に起きることになったのだ従って寝る時間も同じだった。 朝7時に起きたが釜を焚くまでかなり時間があった妻も下足板をするまでかなり時間があった随分退屈した2人は時々話し合うようになった三平は51妻は43であった今では2人はいつ見てもひそひそと語り合っていた 回復の時間が来て、外で待っている客が入り、口の障子をたたいても女中は開けなかった。両手とも塞がっているのだ。三平の白髪を抜いてやっているのだ。客はずいぶん待たされるの？だ。 小田作之助人情話朗読は寺島直政でした。